com。 ロマンス、あの森沢拓也会長が立ち上げ、18年にわたり時代を駆け抜けてきた名店、時代を先導してきた彼らが今再び時代の先駆者として躍り出るために始動した R's Next Generation。18年にわたり常にホスト界の先頭を走ってきたロマンス、5月16日17日の2日間、18周年を祝うイベントが行われ、ホスト TV が撮影を行った。キャストへの歴史を振り返るインタビューとともに、周年記念として盛大に盛り上がったこのイベントの模様をありのままお伝えしよう。ロマンス18周年おめでとう。ミーティング始めます。まあ今日周年なんでね。まあ今日明日ね2日間あるけど、まあなんだろうな。まあ同僚も来ると思うし、まあこれぞロマンスということをね、改めて、見せつけるというかね。堂々とやってほしいと思います。もうシャンパン入れていただいたら、今年はそこにまたシャンパンタワーもあるんで、まあ、お店全体で、まあ、シャンパンタワー一つ完成させていこうと、いうことです。それで、まあ、みんなで乾杯していきましょうという流れです。で、まあ、最後24時ぐらいになったら、幹部の方は、集まってもらうと、そのように、皆さん動いてください。お願いします。はい、まあ、周年なんだけど、まあ、お客様感謝デーみたいなものだからさ、まあ、この内装がね、このポップな感じだし、シャンパンタワーもあるし、まあ、お土産とかもあるしね、まあ、お客様日頃ね、お世話になっているお客様に、楽しんでいただくといういつも通りの姿勢でね、問題ないと思うんで、みんなで楽しんで、周年をね乗り切っていきましょう。はい、はい、元気よく、頑張っていきましょう。はい、はい、ミーティング後キャストにインタビューを試みた。18年という長い歴史を持つロマンスと自分自身とのつながりを振り返ってもらう。最近そうだよね。でもここまでポップでなんか本当お客様感謝でみたいな。そうそう、もう今日それ聞いてますね。大丈夫、うん、もう今日はそれでいくよ。聞いてます、ね、それでいく。デザインは、誰ですか？ゆうか君。はい、ゆうかさんです。ゆうか部長です。大阪の暴れん坊ゆうかです。暴れん坊はいらないです。そうですね、そうなんですよ。やっぱそうですか、うちはポップじゃないですか。うん、10年ぐらいじゃないですか、丸10年ぐらいかな。そうですね、はい、さくらはそうですね。俺もまあ入った時期的には小野部さんだから、うん、ちょっと遅れるぐらいから丸10年だね、はい、ちょっと半年早いぐらいなんで、はい、10年10年合わせて20年20年合わせて20年はい、芝居でお願いします。これはね、気をつけないといけないですね。思い出深いこと。なんだろうなぁ、まあ、このお店がインパクトだね。そうですね、このお店がインパクトだよ。最初できた時びっくりしました、ね、僕も。ああ、そうですね、まあ、この箱になってるってことですか。うん、なんでこんな箱、ね、できたの。すごいな。あれ、大して面白くないのかな。やべやべやべ。リオンだよ。リオンかもしれないですね。あれ、いくらですか。1000万。すごい。ブラックパール、ブラックパール。それね、俺見てみる。ブラックパール。まあ18年なんでね、まあこのまま40年50年ですね。まだまだ先は長いのでね。その途中なんで、まだ、はい、そうですね。その頃には、僕は50歳ですね。どうでもいいか。50歳すごいですね。大体そんなもんだね。僕も放送一度辞めて戻ってきた身分なので、まあ自分が手伝える間はロマンスに貢献できしていければなと思います。先があんまないみたいな。それ拾っててくださいね。続いてこの二人に話を聞いた。そうですね、社長と一緒に業者さんと
話し合って。センスいいね。はい、多分普段綺麗なのでポップな感じでワイワイしようというコンセプトじゃないですかね。そうですね、うん、はい、そうですね。やっぱり18年目っていうのはなかなかないと思うので、同業の方、ホストの方、他店から来られると思いますので、さすがロマンスだなっていうような積極を心がけてやっていきたいと思います。今日の衣装は、はい、どういうコンセプト？そうですね、指示された通りの衣装なんですけどみんな一緒なんですよ、指示された通りの、ちょっと超ネクタイでちょっと、はい、紳士的に見せたらなと思ったんですけど、ちょっと2丁拳銃入ってますけど、2丁からの4丁ですけどね、うん、あ、両腕に入ってるんですね。18、自分は16歳でちょうど一人暮らしした頃で、そうですね、いろんな社会に対しての対面した時ですね。こんな厳しい世界なのと、今はもうありきたりな社長になりたいと、会社を設立したい、20歳にしたいな、自分の父親が18でやってたんで、いいかな。僕18年前、まだ小学生ですね、12歳なんで、なんか遊んでる、まあ、学校で遊んでるイメージが。自分は、はい、6年目です。6年目、はい、僕2年半年ぐらいですね。一発目のバースデーですかね、やっぱり、はい、バースイベントはやっぱり緊張しましたし、東京さんに支えられてるのあの喜びっていうのが一番最初が一番緊張しましたね。前の2日間寝れなかったですよ、僕は。今となっちゃ全然寝れますけど女性ですね。僕も1年目ですかね。1年目がすごい印象に残ってますね。まあ、まだ 2年ちょっとなんでそんなにあれなんですけど、まだ1年目が一番印象に残ってますね、はい、そうですね。まあ、今代表の野村さんのサポート、そうですね、できたら、あと下の子たちをしっかり引っ張っていけるような、そういう、まあ、背中を見せれるような先輩でありたいなと思います。はい、自分が考えてるのは、GDP が中国が今一番高いということで、中国進出したいな、もう海外輸出、進出はい、したいな。歌舞伎町の店多いんで、歌舞伎町で店出してもどうかなと、まあ、自分の中では思ってる、まあ、場所を変えたいなとか。日本を通り越しても海外に行きたい。海外ですね、韓国とか、うん、どこどこ出してるとこあるんで、一応チャレンジしたいなと。もう若いうちに早くやっとかんと、うん、ずるずるなんで、まあ、パッパ動いてきてですね、はい、グローバルですね。グローバルに、うん、こちらで社長になって、社長、まあ、会長、会長、次週もお楽しみに。ロマンスでは一緒に働く仲間を募集しています。豪華な内装と確立された教育システム、数々のカリスマホストを輩出した圧倒的な知名度を誇るロマンスであなたをお待ちしています。